神は歴史の中心にイスラエルを置かれた。イスラエルを知らなければ神様のご計画ってわからない？そうか、僕の信仰の最後のピースはこれだったんだ。エイコおばさんに相談してみよう。イスラエルのことなら私に任せて。エイコバさん、イスラエルを軸として聖書を見るとき、これまで見えなかった神様のご計画が明らかになります。その最後のピースにやっと気づいたタケちゃん、そこに現れたのはイスラエルでの宣教生活を終え日本に帰国したばかりのおばエイコだったのです。こんにちは。お邪魔します。エイコバさん。また来てくれてありがとう。また聞きに来たよ、話。嬉しい、嬉しい。元気？してるわよ。タケちゃんは元気？うん、元気元気。今日はね、この前の話の続きなんだけど、ユダヤ人が世界離散をするっていう、まあ、予言の成就の話も聞いて、そして戻ってくるっていう予言もあるよっていう、両方予言されてたって話だったけど、その戻ってくるっていうことについてまず聞こうかな、ね、嬉しいな、素晴らしい質問だから、うん、はい、じゃあ今日はエゼキエル書を見ましょう。エゼキエル書を学ぼう、はい、一緒にね。エゼキエル書36章、17節と18節読んでみて。人の子よ、イスラエルの家が自分の土地に住んでいた時、彼らはその行いとわざとによってその地を汚した。その行いは私にとっては触りのある女のように汚れていた。それで私は彼らがその国に流した血のために、また偶像でこれを汚したことのために、私の憤りを彼らに注いだ。これは神様がお怒りになってるわけね、約束の地は聖なるところであるべきなのに、ね、怪我したっておっしゃってるんだけど、何によって怪我したかっていうと、偶像によってっていうのも書いてあるわよね。偶像によってね。この第二列王記なんかを読むと、彼はっていうのはヨシュア王の時代なんだけど、アシュラ像を主の宮からエルサレムの郊外のケレロン側に運び出したっていう言葉があるのね。っていうことは、神殿の中にアシュラ像が置かれていたというほどに偶像礼拝した。もう神様がお怒りになるのは当たり前っていうほどに、ひどい偶像礼拝してた。神殿に、神様の神殿に像を置いちゃうんだもんね、じゃあ偶像で怪我したっていうこのことはイエス様の時代のこととは違う。イエス様の時代には彼らは偶像礼拝してなかったのね。彼らは偶像礼拝をしていないんだけれど、リーダーたちが、あまりにも高ぶりがひどくて、イエス様の時代の、イエス様の時代のリーダーたち。リーダーたちというと、同宗教的リーダーたち、長老だとか、大祭司だとか、パリサイ人だとかってね、その中で大祭司アンナスっていう人が、イエス様の時代の大祭司だったんだけど、タルムードって、
ていう本があるのね、うんうん、これはもうユダヤ人にとってすごい重要な本なんだけど、うんうん、その本の中にはアンナスのバザーっていうような、うん、形で書き記されてることが、うん、もう欲に絡んだビジネスを、うん、大祭司アンナスがしていたのね、うんうん、大祭司アンナスのバザール、バザールっていうような、うん、そういう言葉を使ってるのね、うん、ビジネスってどんなビジネス？99% の人たちがもう本当に貧しい状況であるにもかかわらず、うん、神殿に捧げる生贄っていうのは彼らにとってものすごい大切なのね、うんうんうん、だからもう動物を一生懸命育てて、うんうん、そしていよいよ捧げることができるって、うんうんうん、それを神殿に持っていくんだけど、うん、もうあの手この手と点検して、うんうんうん、そして小さな傷でも見つけたら、うん、あ、これはもう生贄には使えない、だから神殿で売ってる生贄の動物を買いなさいっていうふうに、命令して、そのお金がない貧しい人たちが自分たちのこの旅に食べるお金まで、うん、払って、せっかく羊持ってきたんだけど羊捧げられないけど、もう鳩しか買うお金がないけど、うんうんうん、じゃあ鳩を買いましょうって、そのような、うんうんうん、この貧しい人たちから宗教という理由で金儲けしていたっていう、それがイエス様の時代のリーダーたちなのね。結構遠くに離れているところから生贄にする動物を持って来てた人たちがいたんだ。全国から、うんうんうん、エルサレムに登らなきゃならないっていうのが、ね、うん、年に3回ある、うん、その中で、杉越のお祭りっていうと必ず子羊を、うん、お捧げるね。捧げようと思って持ってきてるんだけど、それじゃダメだと言って、これを買えって言って買わせてることで、大祭司たちが実はお金を儲けてる。ものすごくお金儲けてる。その代わり、貧しい人たちはもう餓死するほど苦しい思いをしてるね。ねえ、だから、うん、実は宗教的な態度をしているんだけれども、うんうんうん、そういう汚い心で商売をしているから、うんうんうん、触りのある女のようであるっていうね、うん、忠実な女のように見せかけておきながら、汚れたことをしているっていうふうに神様には見えたっていうことを言ってらっしゃる。表面的には忠実に仕えてるように見えるその宗教的リーダーたち、実は汚れたことをしているっていう欲の塊であったというわけなのね。それはイエス様の時代にいるリーダーたちで、偶像礼拝と同じような悪い罪だっていうこと、もう汚れてることをしてるわけだよね、うん、欲の塊で、うんうんうん、それプラスイエス様はそういうことをお叱りになったのね、うん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 、モーゼの立法っていうのは神様直々にいただいた御言葉なんだけど、パリサイ人たちなんかは自分たちが足していった言葉の方を大切にして、うんうんうん、モーゼの立法を知らん顔するっていうような状況だったのね、それプラスものすごい高ぶりで、うん、そしてイエス様がお怒りになって、うん、そういうふうな、モーゼの言葉は神様からの言葉だから、モーゼの言葉を聞きなさいと、うんうんうん。あなた方はこういうこと聞いてるかもしれないけど、私はこういうふうに教えますっていうような言葉でけなしてる。自分たちがけなされてる。尊ばれてない、うんうん。こういう人がメシアであるはずがない。で、怒りに狂ってる高ぶりのために、その自分たちが神様のように力を権力を振る舞ってるっていうのが
イエス様の時代の人たちだったのね。あ、神様のような権力を持ってるんだぞっていうところが、偶像を権力のあるもののように崇拝するのと同じように並べる。並べ、そうそうそう。だから、ね、あ、この約束の地を汚したっていうね、欲の塊と高ぶりの塊であったと。そしてその高ぶりでイエス様のことも拒否をしているっていう。そうだから、こう貧しい人たちに、うんうん、ここで売ってる動物を飼いなさいってね、うん、はいはい、言ってる、うん、そして、このお金はローマのお金で汚れてるから、うん、そのお金を両替して、うん、神殿シケルにして貸し、買いなさいなんていうようなことを、うん、言うので、その両替人の椅子を倒したりテーブルを倒したりして、うんうんうん、神殿を清めようとしたイエス様を、うんうんうん、いかにして殺そうかとしたっていうことが書かれてるんですね。イエス様に叱られたっていうことがもう腹立たしかった人たちだった。許せない、許せなかった。だからこういうこの人を殺してしまう。なるほど。じゃあ18節に彼らがその国に流した血っていうのも、これは関係があるの？どういう意味？ああ、これはすごく大きな意味があるのね、うん、このあ、流した血っていうのが、うん、イエス様の言葉を見ると、うん、わかるので、うん、マタイ23章の35節と36節読んでみて。それは義人アベルの血からこの方、神殿と祭壇との間で殺されたバラキアの子ザカリアの血に至るまで、地上で流されるすべての正しい血の報復がお前たちの上に来るためです。まことにお前たちに告げます、これらの報いは皆この時代の上に来ます。これすごい言葉なのね、うん、義人アベルの血から、うん、バラキアの子ザカリアの血に至るまでっていうのがね、私たちの聖書で見てると、うん、理由がわからないのね。なんでって言ったら、創世記から始まって、うん、マラキ書で終わってるのが私たちの旧約聖書、うん、ね、だけどこのユダヤ人の使ってる、うん、イスラエルで使われているヘブライ語の、うん、聖書っていうのは、創世記から始まって、うん、そして、第二歴代史で終わってんの。創世記っていうのは歴史の始まりでしょ、はいはい、そして、この第二歴代史っていうのが聖書の中に書かれてある歴史の終わり、うんうんうん、だからこの第二歴代史でダビデ王朝が終わってるの、うんうんうん、そしてバビロン捕囚に行ってるのね、うんうんうん、でそれが彼らの、聖書なのね。だから、うんうん、義人アベルの血っていうのが、うん、一番最初にカインに殺されて最初の殺人、アベルの血っていうのは、すごく正しい義人の血なのね、うん、なんでつったら、アベルは、ウイゴの、うん、最も素晴らしい子羊を神様に捧げたのね。カインはお野菜を捧げたんだけども、うん、彼は、子羊を持ってきて、そしてもう神様はアベルのその子羊の捧げ物を喜んで受けて、うん、カインの受けなかったから、うんうん、カインがやきもち焼いてアベルを殺したのね。だからそれが最初の義人の血が流れてるのね、うん、あ、そっか、うん、そしてこの
ユダヤ人の旧約聖書の中では、うん、第二歴代史が一番最後だから、うん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 、一番最後に義人の血が流れたっていうのがゼカリアなんだね。うん、バラキアの子ゼカリアなのね。うん、だから、実は旧約聖書の中で、はい、流された義人の血は全部、うん、あなた方のところにやってきて、あなた方の報いがやってくると、うん、イエス様が言ってるんですよ。旧約聖書の時代に流された人たちみんな。みんな。血を流した人たちみんな。うん、そして、あなた方っていうのは？あ、このリーダーたち、パリサイ人たち。パリサイ人たちだとか、長老たちだとか、大祭司だとかっていう、その人たちのとこ、うん、このイエス様の時代の人々のところに注がれますよって。うん、そういうことなんだ。なんで、その報復が、彼らの上に来るのか。そうだね。なんで彼らがやったわけじゃないの、うんうんうん、カインがやったことをなんで彼らの報いになるかっていう。そうだね。それは、例えば、ここでアベルがウィゴの最も素晴らしい子羊を神様に捧げた。これは、イエス様の姿を表してるのね。イエス様の姿。神の子羊としてお生まれになって、人類の罪のために、全てを捧げ十字架にかかられた、このイエス様のお姿を表しているので、このアベルの血っていうのは、予言的な、予言的に捧げ物をした人を殺してるから、イエス様の予言を受け入れてない人が殺してるわけ。そして、この旧約聖書に書かれている多くの予言が、メシア、イエス、様のことを語ってるわけね。旧約聖書にイエス様のことがいっぱい書かれている。いっぱい書かれてるのね。そのいっぱい書かれてあるイエス様の予言を一切受けずに、そのお方を目の前に見ながら拒否して殺そうとした。ということが、彼ら、この旧約聖書の罪っていうのが全部、このお方を目の前で見ている人たちにかかってくるって。このお方っていうのはイエス様。イエス様は創造主ですよ。創造主で、メシアが生まれる、こういう形で生まれる、神の子羊として生まれる、ね、ベツレハムで生まれる、もうそういう予言がずーっとあったのを、それを、拒否して、その預言者をどんどん殺してきた、それと同じことを今度そのお方を目の前に見ながら拒否して、目の前にいるのに、それでも拒否するのかという。だからこの中の義人の血の報いが全部あなた方のところに来ますっていうね。そういうことなんだ。そのために、もうエルサレムだけで100万人の人が殺されてしまい、中東で1000万人が殺されてしまい、お国をなくしてしまい、神殿をなくしてしまい、そして世界遺産になるっていうのが全部この人の時代に起こってるわけ、ね、この人たち。イエス様の言葉を聞かなかった人たちっていうこと。そういうことなのよね。そうなんだね。そして、37節と38節読んでみて。はい、ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で撃つ者。私は、メンドリがヒナを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのに、あなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は、荒れ果てたままに残される。これね、本当にもうイエス様が一
くらこう集めようとしたことか、しかし、この預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちをどんどん殺していった旧約聖書の、やって、人たちのことをと、それ以上のことを目の前で見ながら、なした。どんなにあなたを集めようとしたことか、しかしそれを好まなかったから、見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残されるという、あなたはこの場所から留守になりますよって、世界遺産の予言をなさってるのね。イエス様があなたの子らを行くたび集めようとしたことかって、もうどれだけ集めたかったか、その愛してるっていうことを伝えてるのに、それでも拒否したっていうことなんだね。そうなんだ。だから離散のことも起きたと、起きたし、エルサレム、ユダヤを留守にした、そういうことに今追いやられたんだね。結局汚れた女のように、触りのある女のようにっていう、そのために国々に散らすって、エゼキエル書で、書かれていた、その通りのことをイエス様が、おっしゃってるわけなのよね。さっきのエゼキエルのところ、ね。エゼキエルのところなのよね。だから、19節で、私は彼らを諸国の民の間に散らし、彼らを国々に追い散らし、彼らの行いと技に応じて彼らを裁いたっていうのが、イエス様の時代の人たちのところにやってきた。じゃあ諸国とか国々っていうのはもう世界中にだよっていう。バビロンじゃない。バビロンじゃない。そういうことなんだ。なるほどね。ここもうこの、学びを、ずっとしていくと、もう本当に、今現在のところまで出てくるので、もうすごいエキサイトなのよ。まあ、こうやって、まあ、イエス様をそれでも拒否したっていう結果、散らされた、まあ、国々に散らされたっていう様子を、今の時代にもう見てるっていうことなんだね。そう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 。その預言の成就が、今、起きてるっていうのをもう見てる。見てる。そして、戻ってくる予言を聞きたいって言ったでしょ、そこに今度入っていくから。そうか、そうか。じゃあ、それは続きもぜひ。またすぐ戻ってきて。あ、ほんと。そうだね。そっか。じゃあ、それも成就するっていうことなんだね。もちろんですよ。じゃあ、ぜひまた続きを聞きに来ます。はい、もうすぐ帰ってきて、はい、もう待てないから嬉しい、はい、それでは本日のおさらいをします。ユダヤ人の聖書は創世記から始まって歴史書の最後、第二歴代史で終わっています。最初の義人の殺人はカインに殺されたアベルでした。旧約聖書の最後の殺人は第二歴代史に記されている祭司バラキアの子ザカリアでした。これら旧約聖書に出てくる義人の血の報いが全部イエス様の時代の人々の上にかかってくるとイエス様が言われました。それは義人のしたこと言ったことがイエス様に対する予言であったからです。そのイエス様を目の前で見ながら拒否したゆえに世界遺産となりました。それでは皆様、またお会いしましょう。Shalom!